はい、こんにちは。今日は、ぼっちのやつ、一人ぼっちのやつ、今すぐ筋トレ始めろっていうテーマで話していきたいと思うんやけど、特に今さ、コロナで、一人でおることが辛かったり、あと新生活で友達できずに悩んどるみたいな人に、いやいや、一人でおることはこんなにいいこと、最高なことがあるというのを、このね、ほぼ毎日筋トレしとるやつが、ただね、こうベラベラ言っていくっていう動画になっとるけん、見ていってほしい。で、最初に言っとくけど、今日の動画は結構、俺のひねくれ根性が連発しとる動画になるかもしれんけん、それを見とって、なんか不快に思った人は、動画を見るのをやめる前に、コメント欄にね、ボロクソに書いてから動画を止めてほしい。じゃあちょっと言っていこうと思う。で、最初にね、この動画もしかしたら、初めて見とる人もおるかもしれんけん、簡単に自己紹介しとくと、俺今大学6年生 ?6 年目で、留年をね、2回しとるんよ。で、ほぼね、周りの友達とか、もちろん、県外とかにね、就職したりして、今ね、めっちゃぼっちなんよ。一人ぼっち。一人でおることがもう圧倒的に多い。元からそんなに友達多い方でもなかったんやけどね。で、趣味が筋トレで、最近はね、去年とかボディービル大会に出たりして、今年も一応出る予定やったんやけど、コロナでついこの前ね、中止になってしまって、今年は出れんくなってしまったんやけど、そういうやつ。で、ただ唯一ね、留年仲間のやつが一人おって、同じ2回留年してるやつがおるんやけど、そいつと2、3週間に1回ぐらいは会うかなぐらいの感じ。そういう感じの、今見たのが自己紹介で、こういう感じの俺なんやけど、ぶっちゃけ友達がおらんおかげで筋トレがめちゃくちゃはかどるんよね。なんでかっていうと、シンプルに邪魔するやつがおらんけん。人からめちゃくちゃ好かれとって、なんか人望あって、性格良くてみたいな友達多いやつは、付き合いでどうしてもなんか時間取られてしまうみたいなこともあると思っちゃうね。けん、仮にトレーニングができたとしても、なんか次にさ、予定があったりとかで、こう急いでトレーニングして早めに切り上げんといかんみたいな。でも友達おらんやつはもう、誰からもこう誘われることもないけん、もう納得いくまでトレーニングしようと思ったら、それにね、満足いくまでトレーニングに打ち込めるわけよ。で、トレーニングでそうやってやり込めばやり込むほど、どんどんでかくなっていってくれるけん。で、もし始めたての人で筋トレのやり方がわからんくて、で、友達もおらんけんどうしようってなって困ったとしても、今の時代ネットがあるけんね。それでもう、じゃんじゃん調べたら、いくらでもトレーニングのやり方とか出てくると思うし、最悪それでもなんかちょっとよくわからんくて、聞き方がわからんっていう人は、ジムのね、スタッフの人に聞いたら、多分ちゃんと教えてくれると思う。けんね、そういう理由で、友達おらんくても大丈夫っていうのを言いたい。しかも友達おらんかったら、わざわざ誰かと、なんか時間合わせて、飯食い行ったりするっていうことも、いかんでいいけんね。誰かと待ち合わせして、とかレストラン行って、で、そこで、どれにするか決めて、注文して、で、そこでもうちょっと時間待って、で、そこからやっと食べ始めるってなったら、完全にね、ご飯の時間がずれてしまうわけよね。で、俺とかやったら、1日に5回くらい食べる、5回に分けて食べよるけん、なんかそこで仮にね、1時間くらいずれたら、もう完全にどんどんずれていくわけよ。そしたらもう結構めんどくさくなってしまうよね。これね、結構割と、他に筋トレめっちゃしとる人は、5回とか6回くらいに分けて食べよる人は、ちょっとね、共感してくれる部分があるかもしれんわ。この部分は。で、彼氏とか彼女、恋人の話だね。これもおらんくて、もうむしろおらん方が筋トレがはかどるしね。俺の話になってしまうけど、俺最後に会ったのが2年前ぐらいな、彼女が。で、そっから、2年間おらんわけだけど、やっぱこの2年間のこのトレーニングの伸びみたいな、筋トレの伸びみたいなのはね、やっぱもしかしたら彼女がおったらここまではね、なってなかったかもしれん。わからんけどね。それはたらればになってしまうけど、それね、彼氏とか彼女おったらね、毎日こう浮ついた心でね、浮ついた気持ちでね、楽しくなるのはわかる。やけんこそ、なんかそれにさ、熱中してしまったら、あともトレーニングとか筋肉のことに熱中するエネルギーがさ、もうちょっとしか残ってないわけよ。例えばさ、今日12時にね、寝ようって決めとったのに、急にさ、彼女とかが電話かかってきて、それで1時間ぐらいか、1時間半ぐらいさ、結構長電話で話してしまったとするやん。で、寝る時間結局1時とかになったらさ、もうそれだけで、俺やったら、あーってなって思ってしまうよね。あとさ、付き合った人は全員こう、自分がトレーニングしとることに理解を示してくれるとは限らんやん。もう中にはなんかそれ以上も大きくなるのやめてとか、なんか毎日胸肉食べてさ、頭おかしいじゃないとみたいな言ってくる人とかもおるかもしれんや。そしたらもうそれだけでさ、もうストレスになってきて、もうせっかく付き合っとうのにこう楽しくなくなってくるよね。で、俺は今、23年間、23歳で23年間しか生きてきてないけん、これを見とるもしかしたら、40歳のおっさんとか、気持ちとか立場とか全然わからんけん、なんか好き勝手言ってみたけど、俺の考えとしてはやっぱ自分の時間はね、自分のために使いたいよね。だけんでって、なんか特に1分1秒をこう必死に生きて、もうものすごい行動力でなんかこう動いてますみたいな、そういう感じではないんやけど、
ないし、なんかもうめっちゃスマホ見てぼーっとしてる時間も結構多いんやけど、まあ、それでもそういう時間でさえなんか他人にね、他の人にこう奪われたくないっていうのは思ってしまうよ。なんか一人っ子でずっと育ってきたっていうのもあるかもしれんし、まあ、関係しとるかもしれんけど、まあ、でも他の人のためにさ自分の人生があるわけじゃないやん。それはもうみんなそうやん。で、まあ、ここまで行ってきて、なんかこれさ、こいつ初めて見たけどなんかすげえ寂しいやつやなとか、まあ、人間関係の付き合いの良さみたいなのも全然分かってないクソガキなんやろうなって思う人もいっぱいいると思う、まあ、確かにそれはねその通りかもしれんよ。でも別に俺はそれでいいと思うし、なんかそう思われてでも好きなことが続けられればまあそれでいいかなって思う。今もう結構自分のことを話してしまったし、もう動画の後半の方ない、最後の方なんやけど、まあ、結局ね何が言いたいかって言ったら、やっぱりこれ見てくれる人の中で一人でおることがさ辛かったり嫌やったりね悩んでる人は、筋トレ始めてみて、あ意外とね一人楽勝やわって思えるようになりねっていう話。はい、というわけでね、今日はまあぼっちのやつ、一人ぼっちのやつはもう寂しがってる暇とかね、そういうのはもう取っ払って筋トレを始めろよっていう話だった。でもしこの動画が気に入ったり、まあいいと思ったらとか、また見たいと思ったらチャンネル登録といいねをね忘れずに YouTube のアプリをね閉じてください。じゃあ以上ね、再肉体改造部のゆうきがお送りしました。バイバイ。